うわガチやらかさ、もうマジミスった。ちょっと見て、ちょっとちょっと、こいつなんやけどさ、こいつ、ああ洗濯機じゃん普通に。ふざけんじゃねえよマジで。いやもともとさドラム洗濯機買っちゃったよ。もう乾燥機もさすがに欲しいけさ、ドラム式洗濯機買いました。よし明日届く、もう洗濯物いっぱい溜まっちゃってるよっつって、はい来ました、ピンポンピンポン、はいじゃあ設置しますねって言って業者の方が来てくれて、これ扉から業者の方来ます。はいでここね、ここの扉、うわこの扉ちょっと狭い、これ入るかな入るかなと思って業者の人がメジャーで測り出したよね。それなんと、あのすいません入りません。ふざけんじゃん。二ほどきだいぶ終わってきて、まだまだ全然汚いけどね。二ほどきはするんやけど、お腹はすくわけよ人間なんだから。いやこう見えても人間なんです。いやかましいよ。ということで、あの今日何を作ろうかと思ったところで、まだ調理器具が一切ないと。一切ないけど、俺そういえば実家から一個持ってきたもんあるわと思って持ってきます。これです。はいこちら超でかい中華鍋です。これしかない。じゃあ何作るかって言われたら、それチャーハンしかねえじゃん。でもう昨日アマゾンで買いましたこちら中華お玉です。いや最強よマジで東京。いやだってアマゾンさ本日中に届くとか言うよ、注文してから。はお前さ山口県なめんな。ということで今日はこちらとこちらでチャーハンを作っていきたいと思います。いや俺ガチで中華料理得意で、陳健一さんくらいは得意なんよ。だけどもう陳健二さんって呼んでください。ということで今日は陳健二の高火力チャーハンということで具材買ってきました。なんとスーパーまでと30秒近すぎやろお前、太るぞそんな近くにスーパーあったら。しかもスーパーの中に何、あこれ言っちゃダメやん、住所バレる。まずネギを切っていきます。はい、じゃあネギをさばいていきます。OK。 はい、でまあチャーシューなんですけど、はいこれはまあ切ったやつ買ってきたんですけど、バラ焼き豚角刈り、見てこれ動物の森の一番くじ使った醤油差し。いや俺結構さ動画で買った一番くじとかめっちゃ使っちゃって、まあ、これも一番くじじゃないけど、あとこのポンポンプリンのタルトが可愛い、結構使ってもやん。ちょっと待って、家にお皿がなすぎてさ卵溶くやつがないけど、これで溶くわもっぱんのやつ。いやー東京は本当に欲しいもんが何でもすぐに手に入るけどいいね。まあ女の子は手に入らないんですけど、うるせえ！これ卵1個しかいらんないけど、一番少なくて4つ入りやったよね。もう本当に余るんで、ぜひ主婦の方いらっしゃいましたら、うちに来たら食材あげるんで。タレを作っていきます。これ入れるだけで OK らしい。でもさ、俺、測るもんがなくて、大さじ小さじのスプーンもないし、測りもないんで、もうここは感覚でいきます。まあ、陳建治なんで大丈夫なんですけど、余裕で。まあ、俺結構感覚でチャーハン作ってきたこと何回かあるんやけど、その上で学んだこと、濃ければうまい。薄かったらクソまずいんよ、チャーハン。濃すぎてもダメと思うけど、まず醤油。え？これ醤油本当に？ここがエニエニになる。マジこんなもんでしょう。そしてウィペー。うん、見て見て、ここになんか変なおじさんがおる。ウェイパーニーハオだって。ウォフダイニー、オッケー、オイスターソースで油入れます。えぇ、オッケー、あ、ストップストップって言ってるだろうが。ブラックペッパー、ハッカー、はい、オッケー。で、これ見てください。タルタル醤油。これは普通に美味しそうなので買ってきただけです。使えません。はい、それでは焼いていきますよ。ふぅー、楽しみー。早く食べたー。大丈夫かこれ。こんな感じで。ちょっとこいつら避難させよう。絶対油飛び跳ねるもんね。ご飯、やめてん。今回ちょっとご飯、これで代用します。初めて食べるよね、こういう系のご飯。美味しいんかな。これ電子レンジで加熱せんといけないけど、加熱せん方がなんかパラパラっぽいんで、このままやります。まあでも、どうせ加熱する系食べれんことはないと思う。ちょっとこれ普通に食べてみよう。結構いるよな、結構。オッケー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 。あんま入れすぎたら、
陳建造になってしまうんで、はい。あの、1、2、3って段階を踏んでいくごとに、あの、太っていくんですよ。あ、これもしかして兄弟順ともちょっと、いや、全実は違うよ、これ。ウェイト順になっちゃって、陳建一、陳建二、陳建造と重なっていくにつれて体重が増えていくんやけど、陳建二が60キロ以下。で、陳建二が60から70。で、陳建造が70から120なんやけど、まあ、陳建二、俺ね、60から70と思いきや、俺60キロ以下なんや。じゃあなんで陳建二になるかっていうと、あの、見た目が丸いかららしいです。ふざけん！ということで作っていきまーす。はい、まず卵入れて半熟になったら、ご飯入れます。チャーシュー入れます。ネギ入れます。タイル入れます。あっけんや、ちょっと待って、忘れちゃったこれ。これ、電子レンジで温めんといけんのやった。なんか電子レンジで温めて溶かすことによって、しっとりなりにくくなるらしい。つまりパラパラにするためにはこの段階をちゃんと踏まないといけないということで、はい、こちらの電子レンジちゃんに入れていきます。これ電子レンジ置く台もまだなくてさ、地面に軸置けないけど、角皿は使わないでくださいね。はい、ういできた。結構トロトロになった。オッケー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 。これちなみに動物の森の木のスコップスプーンです。はい、じゃあまず火つけます。来た。いやいや、煙が出てきた、煙が出てきた。これめっちゃ油多いな、絶対。大丈夫。俺が見てきた中のチャーハン料理系動画、全部こんくらいの量やった。卵入れまーす。オッケー。絶対多い、これ油。オッケー、半熟になったよ。ご飯入れまーす。いっぱい入れよ、入ってくれ、頼む。やばい。お玉がでかすぎるよ、これ。オッケー。チャーシュー。次、チンケンチ入れます。チンケンチ入れて、変えて、チンケンチしまーす。で、鍋肌に醤油を入れて、焦がします。あ、これ絶対多い。これ混ぜると、おい、カレーじゃねえかよこれ。オッケー、できた。ふぅ、完成しました。陳建二特製超高火力パラパラチャーハンです。食べていきます。パラパラではなさそうやけどな。机がないけさ、電気付きの鏡のあの段ボールで食いようんやけど、今いただきまーす。見てこれさ、見てほしいのがさ、ほらタレが出てきちゃうね。絶対多かったやろこれ、タレ。でもうまそうじゃない言うて。いただきまーす。ちゃんと美味しいのね、あなた。ちょっとやっぱりさ、濃かったらうまいわ、普通に。陳建二から陳建造昇格です。ありがとうございます。実は俺んちでも布団が2つあって、ちょっといい。まずここ1つね、ちょっと汚すぎてモザイクになると思うけど、こっちの部屋にもう1つあるんやけど、これなんでかっつうと、それ今1人実は同居人がおってさ、俺もなんで男がおるんかわからんのやけど、なんかちょっといろいろあったらしくて、家出てきてちょっと1週間だけ済ましてくれんかって来たんやけど、まあちょっと一人も怖いけ、まあ、追ってくれるのはまあ別にいいんやけど、少しの間ならね。なんで男やねん。1週間もさ一緒におられたらさ、もう好きになっちゃうわそりゃ。いや嘘よ、嘘、冗談。つうかさ、布団今敷布団置いちゃったじゃん。あれね、ベッド来るまで1週間だって。俺最初さ、もうベッドもすぐ来るもんと思ってさ、もう何も準備してなかったね。じゃけ床に寝ちゃったんよ。マジで体痛えんよね、それが。速攻アマゾンで敷布団注文して、なんとか3日床で寝て4日目からなんとか敷布団っていうね。うん、で、隣に男1人。なんでやねん。いらんわ、それは。なんであれ。間違いなくパラパラではないよね。うん。はい、うまいぞ、めっちゃ。チャーシューのアクセントがまたいいのよ、これが。うん。ええかさ、ちょっとこれ見てよ、これやばいよ。こんな美味しいチャーハン作るのも、代償っていうもん払わんといけんのやね。ほら。見えるかな、これ。見えるかな、ちょっと見えづらいかな。めっちゃ油が飛び散っちゃう。もう、ふざけんなよ、おい。